になることはありますけども、それだけあの大きな声で出すようにはしますけども、聞こえないと言うんでしたら、手を挙げて、すいません、聞こえませんとでもおっしゃってください。はい、すいませんが、ご了承ください。はい、30分ですね。そうですね。はい、もう声出してますか。さっきも自分ずっと喋ってたんで、もう大丈夫です。反省練習です。てか、昨日から寝てないんで、ちょっとテンション高めで今日は行きたいと思います。カメラマン？え？カメラ？あります。あ、2つありましたか。ありがとうございます。2つありましたね。はい。はい、そっち終了です。じゃあ、じゃあ、はい。それでは皆様、おはようございます。おはようございます。朝早いとこから、そうですよね。ご来場いただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか物販のね、魅力にも負けず。なんですね。はい。それでも、欲しいもん買いました。はい、大丈夫ですか。はい。ちょっと今年はね、すごく攻めた話題にしようと思いまして、ちょっと、カプラナーしてくれて。そうですね。去年ちょうどね、実は、クリニックで、メーカーさんがね、主導で、なんか企画をなんか、やろうみたいな話やった。でも結局は、まあなんか、だったらいいなーって、なんとなく、もやもやーって、おしまいになっちゃうかみたいで。で、今年はなんかその2ってことで、やるってことだったんですけども、まあ、とりあえず皆さんどちらかというと、将来のことよりも、今どうしたいんだと。多分そこで悩んでる人が多いと思うんですね。こんだけもう、メーカー間でカプラーが違います。まあ、FA とかですけどね。そうすると、どうしても、一社で統一できればいいんだけども、必ずしもそうではないと。特に最近やっぱりこう施設ものとかもう結構かぶり始めてきてるんで、そうするとどうしても、K 社さん、E 社さん、G 社さん、はい、M 社さん、もろもろあって、相性が良かったり良くなかったりとかっていうのがあるんで、まあ、そこでこう皆さん苦労してるなっていうのが見て取れると。はい、あともう一つはやはりこうすごく今、もうこういうクローズですからバンバン実名いけますけども、TN カプラですか。ね、ものすごく人気が高いというか、若者の中では神格化されちゃってて、うん、あれつけないとダメだみたいな。よくわかんないのが、戦闘車につけてジャンパー線ガンガンつけてるんだけど、いや首振らないでしょっていうところにもつけるみたいな。いやダメでいいと思うんですけどね。直線専用なんでしょうか。そんなレンタルよ、ちょっとそういう話も交えながら、まあ、実際今皆さんがいろいろとお持ちのカプラ種類の、まあ、長所短所あると思うんですよね。そういったところも話しつつ、じゃあどうやって、それぞれを、まあ、いい感じにまとめてってつけられるするかっていう、特に宮古もかいさん、自己紹介がまだ、すいません、自己紹介ですね。はい、しっかり忘れてますね。ごめんなさい。すぐ入ってますか。はい、どうぞ。はい、とりあえず、プロモデラーという形の肩書きをいただきます。牛久保浩一と申します。よろしくお願いいたします。一応なんかね、プロ世界と大体漫談話でツッコミ役なんですけども、はい、ここ数年は結構真面目なね、トークというか、ネタで勝負してるってことで、はい、大阪の人が来ると途端漫談になっちゃうんで、最近も大阪の人とか抜いて、はい、もう式のなんか、いや、でも、あの人、兵庫県に違いましたっけ？ちょっとね、外れてるんですけど、まあ、大阪エリアなんとしてですね。はい、ということで、ちょっとこうやるということで。で、今、フリーでプロモデラーなんですけども、一応 GM さんの方をかなり手伝ってまして、GM さんの方で、企画だとか、まあ、催事関係は必ずなんか担ぎ出されて、やっておりましてね。はい。まあ、今回そんな形でやっております。よろしく。はい。続きまして。はい。宮古の家の山本と申します。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ネット上でね、宮古模型ということで特製品ですね、カプラ買いましたとか、あるいは電球買いましたとか、まあ、そういうふうなのをメインにして、やっております。まあ、こういうふうな感じで家族3人で、やっておりますけども、ちょっと今日は家族残り2名は、ちょっとヤマハのレッスンがあるということで、今日はお休みです。明日来るそうです。隠れたファンがいるそうですね、この娘さんにね。トレインで、子連れ鉄日記ということで、1ページだけですけど、毎月連載してますので、まだお読みくださればと思います。はい、まあ、今回はそういう話ではないということで、はい、今日は違いますんで、ガチで、はい、話をしましょうと。まあ、
こんな感じでね、まあ、早速始まるわけですね。はい、はい、そうですね。まあ単にあの既製品を連結しただけだと思うんだけども、はい、まあいろいろといじってますよと。実はいじってるわけですね、これ。はい、しれっとついてますけどね。しれっとあの、はい、先導車同士がライトつけてるとかね。ああ、そう、そういえばそうですよね。はい、これ西日本はね、こういうパターンですよね。そうですね。これは東ないんで、ちょっと不思議な感じですけどね。なんか人が過去にね、連結面で起こったっていう事故があって、再発防止のためになんかヘッドライトをつけてるというやつでね。ちなみにこれ貫通ドアを開けてね、実際にやってるんですけど、そうなるとドアを開けた瞬間にあのライトが、隠れちゃったと。あ、まあ、意味がなくなっちゃうという、せっかくのねっていう。まあ、ただ、まあ、こういうふうなあの落ちないように努力をしてるというアピールじゃないかと。ちなみにカプラーの話なんですが、はい、ちょっとライトの話がちょっと入ってますけど、これライト基板は宮古さんの特製なんですか？そうですね。はい、はい、そういうなんか特製品とかやってらっしゃるんですね。はい、ちょっと今日もあのレールマーケットで、ちょっとこういうものを作って、売っております。そうですね、宮古工業今日は、ね、ごめんなさい、3日間ですよね、あのレールマーケットの方、下の方の会場の方でお店出してるんで、もしこの後例えば実際に物見たいとか、はい、お話聞きたいという方がいらっしゃったら、この時間の後でね、はい、宮古工業さんに行っていただければと思います。はい、はい、さあ続いて本日の内容、はい、どうもやっとですよ、もう5分経ってますけど、はい、あ、5分経ってます、ね、はい、でも早いですよ、はい、最初の頃15分ぐらい自己紹介していただこうやって長すぎるんで止めたんですけど、ね、今日は5分でやっと内容に入りました、はいはい、まあ、一応こういうふうな内容で、はい、カプラーの種類について公開してみよう、はい、オプションカプラーの調子感情、はい、あとまとめと質疑応答と、はい、一応そういうふうな内容で、はい、一応これ N ゲージに限定です、 N ゲージですんで、はい、あ、抜けてますね、ごめんなさい、そうですね、はい、N ゲージの、はい、まあね、好評であればね、16万とか、はい、そうですね、大丈夫です、16万です、ちょっと言っちゃいけないんですよ、微妙ですよね、はい、ちょっとこういろんなこう思惑があるんで、はい、気をつけないといけないです、ちょっと実務上は言っちゃうんですけどね、まあ、16万ということで、はい、じゃあ早速カプラーの種類ですね、はい、はい、よいしょ、まあ、これが、ね、まあ、本来なら N ゲージの企画としてね、当初あのスタート、まあ、最初はいろいろ乱立してた中で、まあ、アドルサーさんが提唱して、はい、まあ、この形になったという、そうですね、まあ、ある意味、質実貢献というか、質実貢献ですね、はい、ただ、だんだんやっぱりあの車両の方が精密化したときに、どうしてもその N ゲージたるところっていったら、やっぱりこの、フランジの厚みと、カップラーのデカさと、はい、まあ、パンタグラフのなんかこう、ところとかっていうので、なんとなくお写真で見るとすぐ N ゲージって分かっちゃうと。そこをうまくするとスケール感がぐっと出るっていうような、ね、感じになるんですけども、まあ、アーノルドでもこれもともとあれですね、だいぶ最近というよりもあの、ね、各社さんつけてたはずなんですけどね、そうですね、だから10年ぐらい前でもね、その中間連結機アーノルドが当たり前とか言ってね、やったんですけどね、はい、実際あれですか、アーノルド皆さんどう思ってらっしゃるんですかね、これこうですか、あのメーカーさんどうでしょうね、あのクリニックではあのザトーアノルドみたいになってたじゃないですかですけどね、うん、なんかあれんなもんはやめてしまえみたいな、ただあのどうでしょう、皆さんは箱を買いました、で走らせてます、実際走らせてる方いらっしゃいますかね、ちょっと積んどくですかね、はい、他社限定で、はい、あ、他社ね、あ、どうしても、はい、加藤カプラだとちょっとした段差で、加藤カプラだとちょっとしたあのレールの2目とか、はい、上の段差で、はい、途中でさよならーって感じなんで、そうですよね、で、他社限定ならまあいいかなという感じですね、はい、そうですね、まあ、ちょっとこうかなりこう大ぶりなカプラーではあるんですが、かなりこう自由度があるんですよね、あの、はい、多少も食い違いがあるレールだろうが、あのセクションレイアウトの方が平気に乗り越えていってくれると、上下左右にかなり余裕があるという意味では、そうです、ね、まあ、あの非常に実用的なカプラーではあるんです、ですからあの運転会とかレンタルレイアウトで恥かきたからかきたらとりあえずアンドルドというのが鉄則で、自分はもうちょっと他のカプラーでやっぱり恥かきたくないんで、できればもう中間のミラーとか全部これにするのと、実際こう開放とか連結が早いんですよね、どんなところでもついてくれると、で実際走っちゃえば見えないっていう、まあ、一足ですけどね、これもこれもね、飛んでいけますよね、で、まあ、ここにも細かく書いてますね、世界標準のカップラーとしてスタートして、はい、1963年にアドルド社が開発、簡単に連結開放ができるのが特徴です、
日本の加藤が世界標準に使用と提唱し現在に至るということで、これでもあとあれですよね、アンカプラですよね、この解放するためのアンカプラなんていうのも実はあったんですよね。あのトミーさんでね、磁石仕込んだやつですね、はい、こうやってパコンって上がるっていうやつでね、はい、これ今でも M カプラーっていうのがありますよね、はい、そして、加藤さんの方は DU タイプの下にこういう、はい、確かね、はい、あります、はい、もしあれだったらホワイトボードを使ってください、はい、多分こんなこと言っても多分はてーという方もいらっしゃる、多分今回の形では皆さんあのかなり、知識者の方が多いと思いますので、まあ、ほとんどキーワード言えば、はいはい、あの話になると思うんですけども、はい、あれ書いてくれるじゃないですね。私は書くですね。そうですか。なるほど。いや、絵心ないからな、どうしようかな、大丈夫かな。なんとなく皆さん分かりますよね。こんな感じって。こうなってて、こうなってて、あ、もう絵心ないです。あ、もうだいぶないです。あ、で、ここの下にどこだっけ、ピン、どこにあるんだっけ。あ、Mカプラですね。はい、Mカプラじゃなくて、あの加藤さんの方、あ、70年代後半ぐらいに作ったら、あの買い物できる。ここになんか、この辺にここヒゲが生えてるみたいな。ああ、こういう感じのやつ。はい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 、はい、だから上にこう上がって L 字型っていうんですかね、上がってもまだこうカプラが残ってて、はい、それでこう押して、はい、戻せるみたいな、そういう自動解放 DU ができる。トッポって言うんですかね。トッポというか、あの、そうですね、こう、こういう風で離してっていうことができる。こう、ヤードの奥の方へ、こう、客車を置いていって、ほんで、機関車が交代したら、自動的に開放できてますよっていう風になる。仕掛けですね。はい。ただ、どうしても、あの、相手がこういうものなので、ちょっとこう、この部分が折れたりとか、ああ、そうですね。そういうのもありましたし。なんか、割と70年、80年代ぐらいになって消えちゃうんですよね、これが。80年代半ばぐらいまでですかね、はい、ホビーセンターの加藤で売ってましたね、はい、はい、アッシーになる頃ぐらいまでいっちゃいますかね、はい、で はい、やってるのは多分あの同じように後ろにてっぺんがここ後ろにこんな風に入ってたんで、これがあの DU とあの、はい、マグネットと反応してこう上に上がるそうですね、はい、すみません、本来なら写真をちゃんと用意して皆さんに見せて、差し上げるべきなんですけども、なんてもちょっと、はい、段取り不足でして申し訳ありません。ちょっとこれは明日までになってましたから、はい、言っちゃいましたけど、はい、よかった。ちょっとすいません、古い写真がなかったんで、はいはい、まあ、そういう形でですね、はい、あともういろいろちょっとこう改良されてはいたんだけど、はい、どうしてもちょっと今あそれよりも車両の自体の、まあ、精密感が上がってしまったんで、まあ、もう少しここからで、特にそのナックルじゃなくて密着連結機とかいろんな連結機あるんで、それを正確に再現したいという、まあ、思惑があってということで、まあ、変わってきちゃったのかなと。ただ、まあ、何度も言うんですけども、まあ、走りに関しては全く問題がないし、完全ですね、はい、非常にもあの頑丈なカプラなので、はいはい、いいんですけどね、はいはい、じゃあ次いきますね、はい、こんなカプラがこうなってくる、はい、加藤さんのカプラですね、はいはい、これは特徴っていうのが、これ最近改良されてますよね、はい、旧国あたりで、はい、今まであの下のフック、下のフックの部分、ちょっとこの辺でいうと、ここですね、この下にフックがあって、はい、ちょうどあの電気連結機みたいなような形状をしてたんですけども、それがまあなくなって今に至るというようなことですよね、まあ、ちょっと特徴的に言うと、ちょっとあの、はい、そのまま読んでもらえます、はい、もう携帯を重視してますっていうやつですね、まあ、そうです、まあ、随分、はい、はい、まあ、あの人に比べればあの本式の形になってますよね、まあ、あと密連型で言ったら電気連結機、今ちょっとお話ありましたように、はい、あの電気連結機の形を模しているということですね、はい、であと右側のちょっと自連型につきましては、もうその要は同じような自連の形を模したと言われて、まあ、密電型は多分1989年ですかね、 651系スーパーヒタチとか言って、あれが出た時あたりからだと思います。221もこれその次ぐらいですかね、はい、確かね、はい、まあ、その時はね、アッシーパーツがこれが欲しいって仕方がなかったんですがね、そうですね、はい、まあ、そこだけじゃないんですが、全部下回りが出ちゃうんで結構高いもので、はい、自分もあれだけ数個買いましたけどね、はい、まあ、でもこれがね、主流になるのかなと思いきや、まだいろいろと、まあ、フックなしがね、すいません、写真撮ったらよかったんですけどね、今フックなしということで、これ飯田線の電車とかね、韓国シリーズね、そうですね、はい、あとは115系の300番台っていうんですかね、はい、
あの辺りとか711とかそんなんで復興なしっていうのがね、増えてきてます。だから加藤カプラーさん、ナックルの方はこれ自動では連結できません、できないですね、上から組み合わせなきゃいけないし、ミッチュレンの方が一応付け合わせて連結ができますと。ただね、これね、ご存知だと思いますけど、これ、はい、下の蓋をこうひっくり返して前へパコンって出して、それでまたセントに戻してっていうのが面倒くさいなというのは、ロックして固定する状況ですよ ね、あれ忘れてしまったままの状態で、一周回ってこないかったっていうことがありますね。ちゃんとあれを戻して、このカプラ伸ばしとかないとね、固定するモードなんで、はい、だって何やってるかわからない人大丈夫ですか、わからないか、はい、すみません、その端を書かないから図説とか頑張りますので、はい、行ってください。多分でも皆さん大丈夫ですね、はい、はい、いよいよその話題の TN カプラです。はい、この携帯を、ね、重視したタイプで、密連、密自連、自連の3種類構成ですね、はい、こっちが先だったんですか、加藤さん。ね、91年ぐらいかな、253系って言って、一番最初になりたいくらいの時に、ね、そうですね、はい、それで結構話題というか、先生の話でしたね、こっちでしたっけ、形しっかりしていて、伸縮機能ついていてみたいな、それまで加藤さんが実は伸縮カプラーは作ってたんですよ、ね、サロエクスプレスですね、はい、あれバネが入ってたそうなんですよ、あれはだからメカニカル的にこう首を振るとカプラーが伸びるっていうタイプで、すいませんってこれも持ってくればよかったんですけど、これまたすいませんみたいな状態でちょっとググれば出てくるんでしょうけど、はい、はい、それでちょっとネット環境ではないんで申し訳ない、はい、ちょっと話だけになっちゃう、そういうのがあったという、はい、さーっと流してください、本筋の話じゃないんで、はいはいはい、まあ、そういう形の中で、はい、まあ、こういうTNカプラーが出てきまして、まあ、いろんな各、まあ、連結機の形状を模したものが出てきたと、はい、そうですね、まあ、これも出た時には、お店行ってTNカプラー売ってませんかとか言ってね、そうまだそうです、分配をしてなかったんで ね、なかったんですね、で、ようやく白馬が出てきて、はい、ただ、最初のナイテックスプレスですから、中華車グレー、で、先頭車はスカート付きの黒なんですよ。ですね。だから、はい、こう、いや、黒系の中華車欲しいって時は、だからもう、スカート切り刻まなきゃいけないっていう。はい。こういうとこだからね、こういう話でいきます、ファミレスでスカート切り刻むな話すると、あれ、犯罪者だと思われる。ちょっと気をつけないといけない話題ではあります、ね。そうですね。はい。まあ、そういう、はい、まあ、TN カプラーなんですけども、まあ、以上、密連、密自連、自連、まあ、各形態がありますね、はい、はい、で、当初は線バネを使ってこう復元バネとしたんですけども、まあ、今はコイルバネになりますね、でより復元性が高くなったということで変わってますけども、はい、どうですか、TN カプラーは、今使った印象は。リアルにはなってんのと連結がワンタッチでね、はい、直線上でやったら押し合ったらガチャンってできるんで、まあ、そうですよね、はい、ただ割と気難しいですよね、成功にできてるがために、はいはいはい、先ほどから話したアーノルドに比べると、例えば上下動とか左右動の余裕がないので、さっきの、ね、の方が言わせた時に加藤カプラーはさよならして戻ってくると、はい、ティーナカプラーは全員倒れてるパターン、強固脱線しちゃうパターンですよね。特にバント入り口とか S 字とかに弱くて、1個引きずられちゃうとそのまま全部がカプラ解放できないんで、そのまま綺麗に倒れちゃうみたいな。なんかロンとか言って言いますね。あ、ロンって言いますね。はい、それでパターンってやるような。その通りです、その通りです。その通りですね。はい。だからちょっとそういった意味では、精度は、例えばキットとかに付けるときとかね、他社パーツに付けるときなんかは、もともとそういう構造になってなかったりすると、意外に傾いてたりすると、線路上でつかないんですよ。ああ、そうですね、はい。結構そこは大変で、条件のこうレベルが合ってないとか、その辺が純正品に付ける分には問題はないんですけども、あと、やっぱり、最後グリーマスの話になると思うんですけども、はい、意外にその付けられるマウントが付いてると、まあ、これ公認なのかな、付けられるのかなって思っちゃう人多いんですけども、ちょっとそれ違うよって話は後でします。はい、はい、まあ、そういう形で、まあ、いろいろとこう出るカプラで、特にそのトミーさんでは、まあ、HG にはほぼ標準装置。そうですね、はい、あと、なんか先行者同士でも連結しないにもかかわらず、例えばこう写真の323ですね、はい、これ実は8両固定で先頭車同士連結しないんですが、なぜかダミーではなくて TN になっちゃったんですね。ですよね。はい。はい。程度いい、まあ、はい、いい感じの値段構成になるかなっていう。そうですね。今日はトミーさんいらっしゃいませんで大丈夫ですよね。はい。多少、ちょっと、
耳が痛い話もしますんで、はい、はいはい、まあ、そんな形 で、 そうです、ね、今加藤カプラ、テリーカプラというと2大メーカーさんの、まあ、テリーカプラ、まあ、このおかげで結局加藤とトミーがつながらない、そうです、ね、ということに今なっています。そして、今度は他社さんそれ以外の、まあ、メーカー、フリマク、マイクロさん、まあ、その他もろもろというところで、どっちの歯につくのか、あるいは第三勢力になるのかみたいなところで皆さんこう苦労しているなという感じになっていますけどね。はい、ではちょっと聞いていきましょう。はい、はい、そうで、こういうのは今ありますよね、はい、これはね、あの新幹線とかね、トミーのあの新幹線でよく使われている通電カプラというやつね、はいはい、もはやカプラの、あの要は形を追求してなくて、はい、これ機能重視ですよね。そうですね。でもやっぱり新幹線とかですと、はい、やっぱりこうギクシャクした動きしたくないということで、まあ、あの全軸終電でモーターに全部行くようにということで、こう、まあ、通して、まあ、線が入っていると、まあ、そういう形ですね、はい。まあ、似たような形で、あの蒸気機関車の、はい、あのテンダーとね、はい、あの本体との、エンジンっていうんですかね、ボイラーの間のね、ドローバーなんかもそうですね、こういう充電で、ね、できるだけ、はい、あのもともと、どうしても循環車の場合、上とあんまり詰めないんで、はい、まあ、少しでも充電しようということで、はい、まあ、テンダー、単水車からも充電できるようにということで、こういう通電カプラを使っているケースが多いですね。あとは連接車とかもそうですね。あ、そうですね、はい、あのちょっとここは出てこないですけど、小田急の VSE ですね、5番型っていうんですかね。あれも通電カプラ使ってますね。あ、連接車ですよね。連接車ですね。はいはい、はいはい、あ、すみません、6万と5千になりました。ごめんなさい。はい、はい、そうですね。若者口は普通にあの3000円とか言ってるんですか。そっちの方です、うん、昔のロマンスカーで出ていいと思います。はいはい、はい、まあ、ちょっとあの余談がてらですけどもね、はいはい、あの新幹線のパンタグラフですね、これバチ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 、これゼロ件の時代ですけどね、はいはい、昔はね、16両編成、はい、パンタグラフが2両に1個、8個ですよね、8個ですよね、すごかったですよね、よかったすごかったですね、なんかこう花火やってるみたいで、ね、夜見たらね、綺麗にこうスパッと出ましたよね。で当時、今ほどやっぱりあの、はい、スリータの、ね、大丈夫ですか、これカプラの話ですよね、イクルさんはパンタグラフにスリーカーってますか、はい、大丈夫です、落とせますよね、あの落とせます、はい、脱線するとさすがにちょっと新幹線の時に脱線はちょっと、ね、危険ですね、はい、あのまあ通電引き通しということでね、はい、あの通電カプラーということで、これはもう要はその高速で走行するか離線するとね、火花が散るといいますか、そういうふうなをこう防いでるんで、まあ、車輪がきれいになるといいますかね、あの通電カプラー使うとね、必要がないといいますか、はい、まあ、だから結局、はい、あの車両全体を通して、まあ、コントローラーの何ボルトっていうのが設定されるとなると、あの電位差がなくなるわけですよ、はい、あの接触不良になると、例えば車上の方が例えばちょっとでも浮けば、まあ、0V ですよね、それに対して、ね、まあ、マックス下は線路は DC の 12V ですから、ね、そうすると最大 12V がこの電位差があって、そこでスパークしちゃうと。ただし通電で全部取ってれば、下が例えば 6V であろうが 12V だろうが、車両側は 12V ない 6V なので、当然同じ電位ならばスパークは解かない、はい、だから結局あの線路も、まあ、車輪の方も、まあ、あんまりそういうのが起こらない、まあ、劣化しないというかね、はい、焦げられないというかね、まあ、そういった意味でも、まあ、実車もそうではないですけどね、今はもう高圧引き通しって言って使ってるんですが、そうですね、減らすと、ほぼ全域にわたって大きく上に高圧線入ってますよね、はい、今ね、そうですね、はい、まあ、一応ちょっと余談がてらですけどもね、通電を引き通しなんていうの、これ加工例ですね、はい、加工例です、はい、本来はなってないんですよね、正義ではなってないんですけどね、はいはい、こんな形で直接ビード線でやってると、はい、これやるだけでもやっぱり車輪の汚れが大きく違います、うん、はい、これちなみに、はい、どちらでも M ですか、これ片方 M ですか、M と T です。M と T なんです。はい、あのこれ加藤の EH500 ですけども、はいはい、左側の1側のところにモーターが入ってます、ね、はい。向かって左側。はい、そうですね。はい。はい、これであのどういったんですかね。だから実質 D 型の機関車といいますか、4軸でしか充電しないんですね。そうですね。はい。4軸にトレーラーの T がつくついてるだけですよね。そういうことですね。はい、それがだからあのさっきの蒸気機関車と同じですよね、はい、あの本体とテンダーの関係で、はい、あの隣 の、 あの T の車体からもしっかりあの終電をしていてっていうことで終電安定すると、はい、特にモーター車が動いてるんで挙動があるんで、はい、終電が安定しない場合もありますよね。で、まあ、あのよくあとは言われるのが、ゴムタイヤ履いてると、はい、どうしてもなんか終電がロスっちゃうんじゃないかっていうんですけど、結構フランジが生きてるんですよ。そうですね、の場合 でしかもあのここはちょっと図説かな、はい、車輪断面見ます。そうすると、まあ、普通の断面ってこういう車輪ですけども、これに対して、ゴムタイヤっていうのが
ここにこういうふうな溝が掘ってありますよね、こんな形で。大丈夫。でここに今ゴムがこう、まあ、入ってるんですけども、ただそうすると車輪、ここに置く方はダメじゃんと思うんですよ。意外にこのレールもでかいんで、まあ、こんな形ですね、実際にはね。上がでかいんですけども。そうするとフランジがいけるからこっちに接触するからなんで、ほぼ、接触しないってことはないんですよ。だから試しに全部ゴムタイヤにしたことあったんですけど、全然問題ないんですよね。むしろそうするとこうなんちゃって反力増すみたいな。だから下手にモーター車増やすよりもグリップを良くした方がいい。で逆に回転を速くしたりとか、もう強いモーターしちゃうと今度は空転始まっちゃうんで、はい、空転を防止するっていう意味でもこれがあると思う。多分スピードコンテストでもこの辺が肝じゃないですか。おそらく空転しちゃいますよね。だからどうしてもこう金属同士ですと、はい、だから終電を安定すると結構だからここ大事ですよ。ギネスに挑戦する人いますか今日ここは結構ね意外に必要なんで、はい、ね、大丈夫だ。これでもね、まあ、ゴムタイヤの話余談ついてですけどね、はい、加藤の313系の1300万台ついてね、あれ二軸でゴムタイヤなしなんですね、はい、ちょっと今手元にないんですけどね、はいはい、でゴムタイヤがなくて 4% 勾配を滑りながら走ってついにずり落ちてもうたっていうふうなことがあって、アッシーパーツかな、補修用のパーツで動輪だけゴムタイヤ付きの動輪に変えたら一発で直ったと、うん、そういうふうなことがあります。まあ、でも加藤さんの場合っていうのはどちらかというとゴムタイヤ履かせないパターンが最近増えたから嫌がってますね。というのは、はい、充電とかだとどうしてもモーターが違うモーター、ここのモーターで特性が変わるし、当然劣化も変わるから特性一緒にならないんですよ。だからどっちかが無理をするんで、ゴムタイヤつけちゃうと、まあ、要は引きずられちゃうとか引きずっちゃうってことになるわけですよね。だから、まあ、逆に空転してっていうような形で、もともとアメリカ系のテールとかもそうだったんですけども、ゴムタイヤつけないで、もうそれで引けないんだったら動力増やしてください。でまたギア比とか車輪比が違う電車と機関車なので、例えば EF63 と489とか、そうですね、ああいうパターンなんかもう結局絶対同期できないんで、まあ、電子レンジとか使ってね、それぞれ個々に回転数変えてあげればいいんでしょうけども、通常の電子レベルだとできないんで、まあ、そういう形で、まあ、むしろ無理させずに滑らせるみたいな、そういうなんか、ね、考え方ですね。だから63だとトミーさんは M と T の組み合わせじゃないですか。そうですね。で加藤さんはもう M ネッセットですよね。そういうところも全然違いがありますよね、考え方はね。まあそういう形 で今回また戻しまして、まあ、今の中ではこういう引き出し、ちなみにこれリード線、どんなリード線使ってます？もう模型用の普通のやつといいますか、100均で売ってるやつ。100均で売ってる、100均で売ってるんだ。100均で売ってたんですけどね。スズメッキですか？だからやると銅色になってます。それも鈴ネッキですわ。あ、はいはい、でもね、鈴ネッキ のリード線だと滑らないんですよ。だからあんまりこれあれでしょう、これたわまないでしょ。たわまないですね、はいはい、本当だったらイヤホンの使ってるあれが一番いいんですよ。あれはそれぞれ一個一個の芯線が全部エナメルでコーティングされてて、エナメルでコーティングされたもの同士が中で滑るんで、であんなしなやかに補給するんですよ。ただし面倒くさいのはエナメル層を取らないとハンダ付けできないんで、はい、そうか、紙やすりとか薬品処理してから、ハンダ付けしてもらう。そうするとああいう、はい、やるものができる。だから100円いけば、ね、はい、ヘッドホン売ってますもんね。あ、売ってますね。結構な長さがあるんで、ますね、結構これ何量でも売らせます、はいはい、まあ、そういうのもちょっとヒントかなという感じですね、はい、じゃあすみません。続いて台車マウント、ボディマウント、はい、これね、なんていうんですかね、こう違いがなさそうに見えて意外にね、違いが大きいです。そうですね、はい、はい、右側の、ね、こうボディマウントですね、最近携帯を重視するといいますか、はい、そういうことで増えてきてますね。まあ、要はカプラー周りのディティールをつけようとすると、はい、どうしても今までの台車マウント、台車にカプラーがついてると首振った瞬間に、まあ、いろんなものがつけられないんで、結局、まあ、ちょっとカプラー周りがスカスカで、例えば、トイレタンクとか、そうですね、洗面所流しだとか、もろもろなそういう機類がつけますけども、まあ、それがつけられない。だ、まあ、つけてもこう薄っぺらい生地になっちゃうんですよね。あ、そうですね。まあ、あとジャンパーのこう線関係ですね、配管関係とかもありますけども、ただ逆にこれをボディーマウントにするとかなり今度は首を振るための制約が必要になるわけですよね。これですね。はい。で、それがカメラがあるから切り替えますから。はい。で、カメラの切り替えはこれ。これですね。ちょっと待ってください。多分 AV のなんとかやと思うんですけど、
さっき絵出てましたね。出てたんですよね、さっきね。覚えてんですか。すいませんね、はい、そういう形で、台車マントラと、まあ、今までの結局台車の延長線でアドルトの代わりに、まあ、それぞれのカプラーがつくような形、まあ、今あの富さんも加藤さんも自社のカプラーに対してアドルトポケットに対応するやつを出してるんですよ、はい、だから単純に従来のアドルトカプラーをカドカプラーなり、はい、フィールカプラーに変えることが、まあ、可能だと、まあ、一番簡単な方法ですよね。で外見も変わる、ただし首を思いっきり台車と一緒に振るんで、周りの機器はつけられない。ただし、さっきから言ってるような、割とこう上下左右動を余裕があるんで、まあ、意外にそこは動きがいいでしょうみたいな。うまい、はい、じゃあしょうがない、諦めない。ちょっと元に戻します。元に戻します、はいはい、で逆にボディーマントの、はい、こちらの長所短所はどんな感じですかね。台車のね、動きに合わせてカプラーがこう首を振るっていうのはもうこれ一番大きいですね。これが台車マウントですよね、はい、はい、ボディマウントの方の長所短所ですね。ごめんなさい、ボディマウントですね、はい、やっぱりリキルがつけられる、リキルですね、はい、はいはい、あとはうーん、かな、考えちゃうんですよね。考えちゃいますね、はい、はい、まあ、結局その、この中に細かいところにこうちょっと複雑な視点を設けて、首を大きく振るような作品になっているので、まあ、機構がちょっと複雑ではありますよね。そうですね。間違ってこうバラしてしまった時に、ね、なかなか直せないっていうのがね、ちょっとそういうのがありまして、やっぱ加工依頼とか来てても、あ、間違ってもういらんとこまでバラしてもうたということをやらかすとね、あ、いいっていうふうな気分になってもうて、はい、あとはやはりその台車の付け位置にもよるんですけども、はいはい、このボディマウントのカプラーが付けられない車種も結構あるんですよ。ありますね。もともとそのボディマウントのカプラーを付けようというような製品は場合によってはデフォルメしてても台車を少し内側に持ってきてるんですよ、はいはい、皆さん分からないようにそーっと持ってきてるんですけども、だから逆にデフォルトでちゃんと正規のオイルベース台車間距離のものを付けてた場合だと下手するとカプラーが支障する場合があって、そこがちょっと大変、確認しておく必要がある。オーバーハングの短い電車といいますかね、例えばその鉄これで言ったらキハ120はレールバスっていうんですかね、 NDC っていうやつですね、はい、第三セクター向けのそういうのとかですと TN をどない頑張ってもつけられませんっていうのがね、あと最近だとあれですね、17メートル系の旧型国連、あ、そうですね、台車がオイルベースが大きくて、はい、台車が大ぶりでありつつかつもうほとんど前がないんで、はい、だから加藤さんも富さんもだいぶそこ苦労してますよね。クモハ12中で N ゲージの方のクモハ52ですね、はい、あれ道具家省略してるんですね、はいはい、でどうしても道具家を再現してほしい場合は道具家のパーツが道具のサイトで下から差し込んでください、ただし首は振りませんというふうな、つまりダミーになる形になる、はい、一応形はあるんだけど必要にして、はい、それはなんか111系ぐらいからそんな感じですよね、道具パーツが別になってて、そうですね、それを入れることによってみたいな形で、はいはい、それで、まあ悪いのばかりでもしょうがないんで、はい、これはちょっと発展的な話をしたいんですけども、はい、次、はい、行きましょう。じゃあちょっとすいません、はい、まあ、今日来られている方 N ゲージかなりなさっている方だと思いますけども、一応実践編ということで、はい、ちょっとカプラを公開してみましょうということで、はい、動画すいません、はい、動画なんですねこれ、はい、ちょっと待ってください、あれ、はい、これ動画って見られるんですか、ちなみに YouTube で、やっております、はい、宮古茂家さんの、はい、宮古茂家のチャンネルでありまして、これはちょっと今回はカプラーに関して、323かな、はい、ちょっとこの部分で、はい、抜粋してやってます。これはちゃんとだからメーカーさんがこの、はい、カプラーをつけられますよでカットしてくださいっていう、そういう取り下げには入ってるってことですか。はい、入っております、はいはい、だから五金製の改造ではないんですよ、これはもう純正というか、はい、推奨されてる内容であると、はい、だから安心してだから加工はできるんですから、はい、でも結構これ切るのって怖いですよね。そうですね、カプラー切るのにね、根元まで切ってもうたのか台車割れたのか言ってね、はいはい、そういうふうなのに時々切ります。もう切ったら戻せませんからね。そうですね、台車あとは買ってもらうよりしゃあないですからね、はい、
これマイクロさんあたりだと一応戻せるような構造じゃないですか、はい、そうですね、あのアーノルドのポケットが外れて、はい、でまた何かあればみたいな、はい、まあ、ちょっとこれ宣伝なんでね、あの DM の聴取といいますか、はい、そういうのを流しておりますけども、はい、まあ、まあそうですよ、まあ、長所短所両方ありますから、それははっきりしましょうよと、はい、あのどっちの勢力でもないんで、はい、第三勢力ですからね、言ってしまえば、はい、はい、まあ、だから確かにあの外観も良くなりました、はい、で連結面もしてしまいました、でこれでかつあのあのと同じように曲線通過、S、はい、通過ができますということですよね、はい、そういうなんかここだけ聞くといいことづくりなんだけど、先ほどから話しているように結構気難しいんで、S 字系とかあのカント系が入ると、引っ張られて、あ、でカプラーもねじれ方向には動かないんで、はい、それでこう車両が振られちゃうみたいな形で脱線するっていうことは、まあまあ、だからかなりあのレイアウトとかもそこは考えて設計しないといけないのかな、はい、はい、次は何を言われますか。あの純正品の交換ということで、SH43 ですね、はい、ちょっとやってみました。はい、これは加藤さんですね。はい、音も出るんですね。あ、音、あ、音消すの忘れましたね。はい、はい、ちょっとあの、はい、まあ、ちょっとね、たまにはいいから、はい、変な歌だとどうしようかと思いましたこれ毎回の音を選ぶんですか。そうですね、著作権不利のやつがあのネット上でありますので、なんとなくこう、入れてます。最初音なかったんですけど、寂しいっていうんだね、ちょっと気持ち悪い。ずっと黙々とやってるのはね。そうですね、大体作業するとき皆さんもなんか BGM とか流してるんですよ、はい、ラジオだかテレビだか、そうですね、音楽とか決まってんじゃないですか、こういう何か作業するときの音楽ってね、きっとなんかね、こうピアノの曲とかね、そんなとか、まあ、これ細かい作業には落ち着いてね、はい、ゆったりした曲じゃないと、逆にヤスリがけの時はハードな方が盛り上がるんで、そうですね、いいですね、はい、でそこを言ってるうちに、まあ純正ですから、はい、まあ問題なくこう進むと、はい、これもね、純正ですんで、はい、こんな感じになりましたということです。まあ連結面が短縮できるだけではなくて、はい、まあ、カーブも曲がれますよと。そうですね、どうですよね、はい、まあ、オプションカップなんかを使うとそうですよね、はい、まずは、まあ、リアルな開発なんで、はい、当然こうなるでしょうと、はい、はい、まあ、これもね、EH500 ですけどもね、はい、あのアーノルドに比べたらもう連結器が目立たないといいますかね、そうですね、そういうことで、まあ、あとはその機種特有の、はい、まあ、連結器があるわけじゃないですか、そう、つまり例えばあの相当であったりとか、はいはい、あるいは電車のくせにナックルつけてるとか、はい、まあ、いろいろそういう違いがね、こう的確に表現ができるっていう意味では、まあ、こういうリアルなカプラっていうのは、はい、やはりそれは、はい、あの一応そうですね、あるかなと、はい、はい、長所として思いますね、はい、はい、あ、ちょっと先ほどのあのダブりますけども、はい、はい、連結面が短縮、これは必ず言われますよね、はい、あのやっぱりアーノルドの場合はどうしても台車マウントなので、はい、あのそれ以上でこう首が長くなるわけではないから、はい、その中でこう何ですか、こうカーブですね、曲線のところで追従するようにしたが、ただのようにかんという余裕があるんですよね、はい、そうです、結構スレスレですよね、これ写真に見てると、はい、これホロとか大丈夫なのみたいな、まあ、意外に抜けてるのがこれで今度は勾配が入ると意外に当たるっていうのがあって、そうですね、うん、だからなかなかそのレイアウトとか作る時の勾配の入り口ですね、あのいきなりやっちゃうとこうカクンと上がるとあっていうことになるんで、組線路というかね、あのこの基本的なセットだと、はい、必ずその設定はこうないですもんね、こういきなりここから勾配っていうのがないですね、そしてそこでもう突然こういうところになると上の頃が立っちゃうみたいな、そうですね、特にあのレンタルレアウトさんが意外にあの規格の勾配以上の勾配で設定したりするんで、結構難所を持ってるレアウトのところが何箇所か私知ってて、あのチャレンジすると誰も登れないみたいなそういうレアウトもあるんですよ、しかも困ったことにある部分だけだったら何とか何両か乗り越えてくれればあとは何とかなるんですけども、全車の十数両分がまとめて全部勾配にかかっちゃうっていうのかなり厳しい、そうです、頑張りますけどね、なんかね、4% っていうのがね、加藤さんとかね、トミーさん大体それぐらいなんですけどね、なんかこう知らんけども、でもできれば 4% はきついですね、ちょっときついですね、 3% ぐらいにしてほしいですね、そしてあの基本プロが作って、やっぱり見せるものは基本勾配はないです、そうですね、ないしでやんないと本当に大変ですよ、メンテが、それは登れないとシャレにならないんで、
基本ありそうに見えるんだけど、目の錯覚でちょっとこう、ストラクチャー側とかを全体を傾斜させて、あ、なんか上り勾配にして見せてるとかいうふうな形にしますけどね。まあ、これは今ね、あの出てる表田さんとか、DDF さんとか、あれ聞いていただければと思います。はい、で、まあ、こういう形で、まあ、長所もいっぱいありましたと。はい、はい、続いて、さあ、次問題なのは、はい、これですね。腰が倒れてますけど。脱線する動画をというふうに思ったんですけども、はい、なかなか脱線させようとするとできないんですね。あ、不思議なもんで、はいはいはい、ほんであのこうビデオ止めてる時にかけて「あ」とか言ってね、脱線した、「あ撮ってないよかった」とか言ってね。でも結構本当にこう、はい、最近多いのがあのサークルとかで皆さんでこう持ち寄った、はい、あの集合式のレイアウトですよね、セクションのレイアウトですと、はい、どうしてもこう、こう相性があるじゃないですか。あ、ね、あいつと合わないみたいなところでレールの高さとかちょっとギャップとかあって、あるいはあいついきなりこう考えませんないのにいきなり入ってくるみたいな、いうところで、なんかだから最初多分あれ、まあ、皆さんも経験あると思いますけども、午前中走らないんですよね大体。午前中いっぱいもう調整したらダメだから、もう特会であっち特会であって、だからゲストの人が午後から来てください、できれば3時ぐらいから来てくださいみたいな、そんなことを言われます。もう気付いたらもう閉店終わっちゃう、もう終わりとかね。それぐらいだから結構その固定式じゃないとやっぱりそのレールの状態がここと変わるんで、ましてやその最近のこうシビアなカプラーですと、そういった意味ではレンタルレートみたいに常にこう整備しているところでしたらね、あの心配はないんですけども、なかなかね、そこね、あの2週間ぐらい前にね、あの集合式レイアウトでっかいのね、やってはりましたけどね。だから多分下、なんかいつもこういうユーザーなんかね、皆さんあの昨日も残業申請してるサークルたちが朝までとか書いてましたね、できるまでみたいな。本当に試運転できたのかなみたいな。確かにね、これはジョイントっていうのはね、本当にあの大きなこう障害といいますかね、通らんときは通らないですよね。だから、まあ、今回のグリーンマックスの、はい、ちょっと私にですね、あの、はい、ね、ロゴつけてきてますけども、ちょっとブースいるんですけども、今年はあのレイアウトは持ってきてないんですよ。あのレート持ってきている時にまた見てもらえればと思うんですけども、実はあの加藤とかトミー の, あの線路を使ってるんですけども、全部一回引き抜いて全部あの不益の長いレールに変えてるとか、できるだけジョイントを減らしてるんですよ、うん、そういうちょっと努力をしてますけどね。はい、でまあこういう形で最後の場合は電車が出せるんで、さっきのローンってやつですね、ローンっていうやつですね、はい、あの大丈夫ですかね皆さん、これバージョン用語でね、両面テープなんですよ、あれもそうですね、あ、言いますね、確かに両面取ってとか言ってね、すいません、その意味ですね、はい、もう一個欠点がこれですね、はい、まあ、費用がそうです、高いですよね、高いですね、高いですよね。例えばこれね、電車とか、以前はそうでもなかったんですけど、フル編成主義と主義中が変な言い方ですけどね、まあ、今そうですよ、リアル、昔は模型化編成って重量編成でも、まあ柱線量にちょうど適切な6両ぐらいでユニット何個か抜くとかね、そうですね、あのサロン抜くとかってやってたんですけど、今の人たちはもうとにかくリアルだし、あのメーカーさんの方ももうリアルなセットなんで、最初から基本が凍結して、ね、ちゃんとどうしてもリアルになっちゃうんで、そうすると当然それ全部変えようとしたら、まあ、結構なものになりますよね。グリーン車入りのとかね、今グリここら辺の電車とかでグリーン車がこう2階建てになってたりとかね、パンタグラフが2個ついてる、やつと1個しかついてへんやつとかね、そんなんやっぱり編成のアクセントやからって入れたら結局フル編成になっちゃったとかね。それで今回この例では重量編成を、はい、転化すると、はい、まあ、前後はつけないとしても、はい、まあ、こんなに変わる、はいはい、なんか大体 N ゲージのセットで2万ぐらいですかね、重量編成でね、そうですね、はい、2万円に対してこれぐらいかかっちゃいますよということは、ということは、もう何とか言ってもしょうがない、トミックさんの HG とかはこれが上乗せされてるデータ、そうですね、で HG になってくるという感じですよね、はい、まあ確かにこれはちょっとこう抑えない響きますよね、はい、そうですね、あ、それからどこですか、あ、どう、あ、はいはい、はい、じゃあ次、他にそうですね、まあ、まあ、あとはやっぱりあれじゃないですか、あの欲しい時に手に入らないってありますよね、あ、今いっぱい出てるんで、そうするとどうしても再生産のサイクルが合わないと、自分が欲しいやつが頂点にない、まあ、メーカーさんも努力して、例えばこの車種と再生産の時は同じこれ使うやつはっていうやってると思うんですけども、ただやっぱりそれが今度はメーカーさん作っても問屋、まあ、さんと小売店さん、まあ、ここでちょっとまたね声を大きくして言いたいんですけども、あの昔と違ってとにかく今在庫持たないんですよ、持たないですね、ここもメーカーも持ちません、問屋さんも持ちません、お店も持ちたくないです、誰が持つかっていうのは
ユーザーが持つしかないんですよ。だから買える時にとりあえず買っとくしかないっていう自助努力をしないと、やっぱり今もう欠品が多いですよね。全部のカタログ製品がずらっと並んでるってことはまあまあないですから、まあ、必要なもんであれば買っとけみたいな、まあ、買って後悔か買わずに後悔だったら買って後悔っていうのが合言葉になってますけどね。だから例えばうちらでもその TN カプラーね、補修のやつとか再生産しますとか40個とかね、はい、そんなんで、まあ多分ストックなさってるんだろうなと。そうですね、そういうふうな買い方もされる方もあります。まあ、とにかくそういった意味でも費用の負担はかかりますよね。そうですね、はい、次は加藤さんの方の欠点ですよ、はい、自然解放しやすい、まあ、ちょっと上下度に弱いですよね。弱いですね。ですから先ほどね、お客様まで言われたように、まあ、自然解放しちゃうんで、持ってきた時短くなってるとか、気がついたら前後逆になって走ってるとか、そういうのはよくありますね。確かにね。まあこれちょっとあれですけども、写真では高さ同じ客車なんで、はい、なんですけど、やっぱ誤差っていうのがあって、これよく見てもらったら高さがちょっとずれてると言いますかね、はい、これはだからまだ、はい、カプラーポケットだから比較的まだ上下度はいいんですけども、はい、これがボディーマウントになっちゃうと、その車体工自体が全部にかかってくるんで、ちょっとやっぱ重さ削りました、台車のだとか車輪径が違いますけれども、完全にその危ないレベルになっちゃうんで、そうすると解放しやすくなっちゃう。だから多分加藤さん、以前ネジ止めやったんですけど、今スナップって言ってね、こうパチンとはめ込むやつですね。まあ、ですね、多分そのあたりも考えてはるんかなっていうかは思いますね。はい、ネジ止めだったらやっぱこう締めた締めへんでこう微妙に違う時があって、これほんま何個ですよね、ほんま2とか3のレベルで解放しちゃいますよ ね、結構だからそういった意味では、カトナックの場合はかなり上下度がシビアです、はい、そうですね、はい、ちょっとこれ上から見てみました。はい、まあこんな感じで実はロックしていないといいますかね、こう引っかかってる部分が多分小さいからじゃないかなと、はい、曲線で離れちゃう場合もあるってことですね、はい、そうですね。これちょっと R の150ですかね、はい、ミニカーブ、規格レールの、はい、そうですね、下ですよね、はい、ミニカーブレールっていうやつですかね、はい、それでちょっと曲げてみたんですけども、曲がるのは曲がるんですけども、かなりこう隙間が空いちゃうと言いますかね、うん、で知らん間にこう直線と曲線の境界で外れたとか言ってね、そういうことがよくある。まあ、あとはメーカーが違えば連結が楽しめない、まあ、そういうことですよね、はい、困ったことにその昔は比較的その、はい、ある系統だとかあるエリアのものは、まあ、どのメーカーさんが強いかという形で、やっぱりその連結する相手は違うメーカーってことはなかったんですけど、今もう乱立して何がどこが出すか分かんないと、もう出たもん勝ちみたいな、出したもん勝ちみたいになってますので、そうするとどうしても今は違うメーカー間での連結っていうのはどうしても出てきちゃう。そうですね、だから例えばこれは、まあ、宮古さんはね、宮古さんは京都なんでどうしても西の系ですけど、こっちで例えば京急行とか、あ、京急なんかそうですね、はい、ね、加藤さん出してます、GM 出してます、まあ、これも、あ、ごめんなさい、これも関空快速なんですけどね、はい、223系は加藤といいます、ランドハウスブランドでなんとかタイプですね、はい、出てます。225系はトミーから出てます、うん、さあどうしようとか言ってね、日常的に連結解放ひねのでやひね、ごめんなさい、関空の手前の駅ですね、はい、半和線でやってるんですけども、はい、これをやってみたいとかでも苦労せないかと、ね、そういうふうなことがあって、はいはい、そういうのがあります。はい、京急さんもそうですね、はい、あと近鉄とか、あ、近鉄もそうです、あと名鉄もね、名鉄もそうですね、はい、トミーさんはパノラマ出して、はい、で、まあ、名鉄他のものは結構自由出してるので、そういうところですね。そうですね、一時ね、通勤車とパノラマカーと並結してたっていう時代があったかと思うんですけども、あんなんでもね、こう乗ってる人にとってはバラバラなんですけども、こう模型やっとったらね楽しいんだけど、まあ連結でどうしようとかね、そういうのありますね、はい、さあ、はい、今度アドルドカメラが入りました、はい、はい、まあ見てるとおり、はい、大売りのね、はい、もう手術貢献な、はい、ですけど、まあね、ちょっとこう最初の方でね言ったことの繰り返しになりますけども、こうやってその、大きいですけども、こうつながっている面積が
面積といいますか体積といいますかね、引っかかってる部分が大きいんで少々ずつ入れても大丈夫ですよと。だからカプラー自体も遊びあるし、はい、根元のポケットも遊びがあって、はい、ワネが入ってこう上下のができるんで、はい、だからかなり通遊性がいいかなということで、はい、そうよく考えられてはいるんですけど、ね、よく考えられてますね。大きいだけで問題があるという、はいはい、だからあと意外にこの穴の以外には今丸印をつけたこの爪ですね、はいはい、これがね、効いてるんですね、はい、これよく効いてます、はいはい、ちょっとこれ究極線上で、はい、外れそうに見えてこう爪で引っかかると言いますかね、はい、この辺りとかも本当によく考えられてるなと思います。アーノルドで自然解放とか強行打線ってあんまり、ただアーノルドでも、まあ、場合によってはカプラーポケットの中でこうこんなねじれてたりとか上がったままで戻らないっていうなんで、はい、まあ、そういう、まあ、バリだったりとかバネが強すぎたりとかっていうことはあるんですけども、まあ、通常のものであればね、少し柔らかめのバネにするとかすれば、あるいは何個かこうバネ切っちゃう、はい、途中でね、少し緩めにしてあげるとだいぶ硬くなっていいと思いますけどね、はい、まあ、ちょっと先ほどのね、加藤ナックルと、アーノルド・カプラの違いですね、はい、こういうふうなことで、やっぱりこうつながっている部分が違うから、やっぱり自然解放しやすいしにくいというのが、よくわかりますよというふうな、はい、で右側の可動のこれナックルなんですけど、はい、実際にあれ2ピース構成で、はい、ちょっとこれ伸びるんですよ、伸びるというか開くんですよね、はい、だからこれ、はい、こうやって無理な角度になってるとこう開いてきちゃうんで余計に解放しやすくなる。そうですね、まあ、当然、はい、アノルドの場合は一体なんでもうこれ以上の形は変わらないんで、まあ、引っかかっていけば当然そのまま連結が維持できる。これちょっと次のは最初に言っちゃったんですけどね。そうですね、はい、これ言っました、はい、なんかこれ知らない方が多くて、そうですね、このなんか、はい、いい角は何ですかみたいな、いらないから切っちゃっていいんですかみたいな、もともとはこれがっていう、下がね、下からこうニョキッとこう 押し上げてやるとこカプラがパコンって上がると言いますかね、はい、昔だからこう手動だったりとか、はい、あるいはこう電動で電動で上がるタイプがありましたけども、はい、つまりアンカプラー用の爪なんですよね、はい、これをだから下から持ち上げると解放できると。これで、トミーはこれどっかの会社省略されてませんでした。省略されてます、だから結局だから今この解放するんでなければいらないんで、はい、だからアーノルドで自動解放とかしないでしょ皆さん。そうです、ね、だからもうこのとか盲腸みたいな形で今のこと思ってる感じですね、はい、でちょっと応用例は何なんですか、はい、応用例ですね、はいはい、これはもうなさってる方多いかもしれませんけども、はいはい、じゃあ例えば客車列車ですね、つまりこれ、はい、これからの話はあれですね、じゃあいよいよそのいろんなカプラーの長所短所が分かったので、はい、大詰めですよね、はい、じゃあ実際どうやれば、ね、他社さんのとこをこう、はい、違うカプラーを使い回せるかということですね、はい、まず最初の応用例ということですね、はいはい、で控え車、はい、呼んでます、はい、まあ、自社を控え車って言いますよね、必ず何かこう間に入れて、はい、まあ、連結の仲立ちをするような、そうですね、はい、昔だったら火の600とかで連絡船の桟橋で使ってるやつとかね、あ機関車船なんか入れたら傾くからっていうんで、こう 無害車っていうんですかね、はい、もう言うたら車輪だけっていうのを何両かつないでこう貨車をこう、はい、後ろにつなげてこう機関車の後ろからガッと押すとか言ってね、それとかありましたけどね、まあ、メインはどっちかというと重量の話なんで、はい、まあ、あとだから今で言うとあれじゃないですか、よくやってる、客車と電車とか客車と電気車の間をつなぐためにっていうことで、まあ、相当連結器を持ってるとか、はいはい、連結器を変えたやつを持ってるみたいなっていうので、はいはい、控え車っていう形なんですよね。そうですよね、だ昔新潟にプハ115で確かね土崎の工場、今秋田総合車両センターっていうんですかね、そこへ103系内115キロ更新するときに神奈川自連、神奈川密連っていう風な区派115がおって、で要はその密連側に更新するやつを引っ付けて、ほんでその機関車側にはその自連っていうのを引っ付けて、ほんで工場まで運んでったっていうのがありましたね、はい、ということで今回の応用例、これ茶色の客車、はい、これの、はい、がちょっと着目ポイントですよね、はいはい、ちょっと長さ全部取ったら面倒くさいと言いますか、はい、まあ、ちょっと短縮してちょっとビートレイっぽくなってますけど、はい、ビートレイっぽくなってますけど、はい、同じ客車の前と後ろ、はいはい、
まあ、こんな感じで片側をナックルですね、はい、向かって左側の、はい、客車の方の連結器がナックルになってる、はい、角ナックルになってる、はい、で反対側のそのままというので、まあ、これを入れれば当然のことながら、はい、加藤カプラの電気会社と、はい、客車が通常 の,、はい、これが連結ができますよと、まあ僕当たり前の発想で当たり前なんですけど、はい、意外にでもこれやってない人は多いですよね。そうですね、なんかこう1両だけ1両 TN に変えたら最後まで変えないといけないんですか。そうなんですよ、若い人は結構ね、そういうなんかすごく1か0かみたいな話 で, ああそうで全部変えなきゃいけない、いや真ん中は別にいいんじゃないのみたいな、そう思うんですけど、ね、やる必要があるのかなみたいな、値段だけかかるだけでみんなまあメーカーさんは大喜びになるし小売店も大喜びになったけど、本人だけ苦しんでるんでちょっとかわいそうだなと。まあ固定編成のね、あのウルトレ系なんかも、まさに中は全然もうそのままで用意して、まあ、前後だけはやはりこう顔が見えるし、途中開放したらカプラーの格好がいい方がいいでしょってことで、そこだけこう、まあ、必要的な、まあ、こういうリアルタイムなカプラーに変えるっていうのが手だと思う、はい、ただ問題はやっぱり電気会社も、ね、加藤さん、富さんとか他もあるんで、さあ、終わったということで、まあ、こういうことになるんですね。そうですね。はいはい、まあ、あとはあの機関車の方でですね、はい、あの前は TN に変えました、はい、後ろはアンままです、はい、で例えばその客車によってこう入れ替えるといいますかね、はい、まあ、そういうふうな、そう電気車自体もだから機関車と同じように前後で変えるという、はいはい、だからオキティアプリなんかしてもいいんですよね、あの入るんであれば、あの元々例えばこう入ってるのがアーノルドカプラーのポケットがついてるんであれば、ということは加藤カプラーも TN もついてるんですもんね、はい、だから加藤さんやろうが富さんだろうが他社さんのカプラーは、はい、つくわけですね、一応ね。そうですね、はい、なかなかこのアイデアを言ってもキョトンとされてる方がね、というかね、いらっしゃる、え、カノに富田がつけられませんよみたいな、某信者さんが、あ、強いあの信念を持ってるんで、特に加藤の信者さんがいらっしゃいますかね、すごいですね、これちょっとなんか間違ってませんって、要するに実写が間違ってますね、それ模型が違う、リモルしてるんだけどなって、ね、いや、加藤さんは合ってます、模型が違う、模型が合ってます実写が間違ってますっていう、そうすごく自然な、ね、はい、人だったんですけど、はい、もう信者なんだ、はい、まあ確かにね、そういうのも分かるのはね、分かるんですけど、加藤派とか富派とかいて ね, ね、やっぱ私が高校生とかそういうこと、頃でもね、こう昔に比べてその製品の数が多くなかったんで、 EF66 が例えば強作になりました、いや俺加藤買う、いや俺はトミックスやとかいうね、そういうふうに幅が、だから当時はねみんなアドルでしたから、はい、まあ連結問題なかったんですよ、だからどっちかっていうだけなんですか、ね、まあそういう形でちょっとこういう応用例ということで、はい、はい、やってます、はい、もうまとめいっちゃいますか、はい、はい、ということで、はい、なんかすごいこんだけのたまっときやな生活でもありませんって、はい、ちょっと突き放してますけど、いきなり突報ですけど大丈夫ですかこれ、こんなまとめで大丈夫ですか、なかなかこう考えたんですけどね、まあ、結局は、あの最初から言ったように、はい、TN カプラーと、まあ、カトカプラーって今それぞれ2代メーカーさんが、はい、自社のカプラーをやって、はい、どんどん使ってますね、やってますけども、はい、まあ、ただどうしても一長一短あると、そう、ね、トータル的なバランスっていうと、どこかはやっぱり高く減るんだけど、どこかやっぱりどっかへこんでるところがあって、はい、メリットデメリットはありますと、はい、で、まあ、アドルドも当然ながら、まあ、旧式なカプラーではあるんだけども、はい、外観面ではデメリットかもしれないけど、実用面で言えば一番やっぱり信頼性があるカプラーであるというふうに考える、だからここに書いてあるんですよ、アドルドカプラーも化石ではなく運転本位を考えるカプラー、なんか化石っていうんかね、雑誌とか読んどったもん、脱アーノルドとかいうふうな記事があって、とか思った、なんでこれはついてないんですか的な文句がバンバン来ることがあって、ありますね、まあ、どうしても GM の方をね、やってると聞くわけですよ、GM さんはなんで TN カプラーをつけないんですかとか、そうですね、つけないんですか的な、中間連結器がアーノルドになってますね、中央ね、そこは私の方から強く言えないなと思って難しい立場なんで、なかなかこれがね、はい、心底グリーンマックスの社員だったらそんなことはね、はい、もうバンバン言えるんですけども微妙な立場なんでそこはちょっと言いづらいんですけどもね、で、その時に見栄えを気にするので組ませるっていう、先ほど言ったまあ、編成の前後とかどうしても使わなきゃいけない部分だけでも、まあ、変えてっていうことでいいんじゃないか、はい、つまり全部変えるじゃない、全部変えるとさっきのローンとか そういう状況になると、あるいは自動解放になっちゃうんで、まあ、前後であればね、最悪機関車だけ戻ってくる、はい、ということになりますので、はい、あとは確認工夫してみたら、すごいですね、すごいまとめですね、すごいまとめですけどね、考えたんですけどね、結局やっぱこうなんじゃないかなっていうかね、正直言えばこうだっていう、はい、
ことはないんですよね。だからそうですね、どれもが正解だし、別に、はい、あのがダメとも言わないし、加藤カプラがダメとも、ティーナもダメとも言わない、それぞれいいことあるんで、はい、いいんじゃないですかと。ただし、その、はい、さっき言ったように、じゃあどうすれば今の段階でこう、はい、うまくそれ両者ある中で楽しめるかっていう話、そういうことですね。はい、はい、まあ、だから実際その模型でもね、はい、模型の世界でも例えばその携帯を重視される方もいらっしゃれば、いや走ることにって言ってね、いろいろありますけど、じゃあどれが正解ですかっていうのはないと思うんですよ。はい、だからもうみんなが楽しんでくれたらと言いますかね、じゃあいいんじゃないかなと、ね、そういうふうに思います。こうやって見ながら、はい、あと残り時間大丈夫かなと思いながら、あと30分ぐらいですね。大丈夫ですね、はい、30分ですよね。はい、はい、しっかりあの応援編ここで終わっちゃうと何だったんだって話になっちゃうんで、はい、これからがね、いよいよ。そうですね、はい、はい、大切な話なんで、はい、さてと、あ、めくりますね、めくりますね、はい、はい、はい、こういう風になってて、はい、予告になってますけど、これ一応そういう風なんですけども、はい、ちょっとだけ、まあ、さらっとね、やりますね。だってあの土曜日来ない方って結構いらっしゃいますよね、はい、今日だけしか来ないよみたいな、はい、来ても今度日曜日だよみたいな、だから一応もう、はい、ちょっともう土曜日の話をします。はい、もうせっかくじゃあちょっとね、今日はもう巻いてますから頑張って、はい、はい、じゃあそしたら、はい、から行きましょうかね。何か行きましょう。まあちょっとその話で、はい、でとにかくまあ実は土曜日の話は、まあ、これの応用編、はい、これを踏まえた上で、はい、じゃあいよいよ他社さん同士をやるときに、はい、どういう方法があるのかということで、はい、やりましょうと。で今、メーカー同士の連結方法から、はい、お化けカプラーっていうちょっと、はい、あのキーワード出てますね。そういった話をしていければ、はい、と思いますけども、はいはい、というわけでこれで、まあ、これですスライド処理ではないです。だからここからはもう、はい、トークとあとカメラを使いたいんで、はい、もう延長線といいますか、延長線です、はいはい、中野方がいらっしゃらないか、まあ、とりあえず、はいはい、進めます。でまずは、はい、まあ、こんだけね、フロッシー開いたんで、はい、じゃあ、例えば実践的に言うと、例えば加藤とトミーのが持ってます、はい。加藤とトミーをつなげたいときどうするか。まあ、はい、アーノルドのポケットがついていれば、はい、とりあえずそのポケットにそれぞれの、まあ、適切なカプラー入ってますから、それをつけてもらうっていうのは、まあ、一番簡単なの、はい。ほぼ無改造に近いですね。そうですね。入れ替えで済むんで、はい、まあ、後に戻すこともできますと、はい。あとはそうではない場合がありますよね。うん、そうではない。写真のようにね、はい、線型、新しい方の線型と2100型ですかね。これ右側が加藤の2100型、ケイタですね。で左側はもうヨニマックさんの、はい、線型ですね。新線型ですね。はいはい、まあ、当然のような新線型の方、はついてるのはもともとはダミーカプラー、ダミーですね。で、はい、それに対して、はい、つけようとすると、まあ、グリマックスのいわゆるグリマックスカメラというのは呼ばないんですけども、スイングトロバーと言われてるいわゆる、ちょっと写真のスモーク入れ替えとかですね、これそれこそあのナックルカプラーよりも質実冒険な、もうこういうカプラーもうご存知だと思います。スイングトローバーという、ちょっと待ってくださいね。はい、持ってますか。はい、私に見せていただいてもね。いや、ちょっと待ってください。はいはい、はい、ちょっとすいません、あのカメラが使えないで恐縮なんですけども、はいはい、こういうのですね、はい、これがスイングドローバーで、長いのと短いのが入ってます、はい、はい、エグいの何個かやとは思うんですかね。これで着きました、ましたね、あ、はい、ちょっとディレイがかかってるんですね。見えますかね、こんな形で今、まあ、ね、絵描いたような、はい、こういうタイプと真ん中に連結状態の、はい、まあ、こうカプラーがこう表現されているような、どっかのところで、まあ、下に電気連結ついているような、こういうものがあったりするんですね。あとはこういうのですね、はい、本当にボールスパナみたいなやつですね、はい、はい、そうですね、はい、まあ、これカーブの大きさによって変えてくださいね。カーブの違いはだからちょっと長め取らないとボディーぶつかっちゃうよってことで、まあ、収縮する機能はないんで、あれだね。できるだけそのカプラの根元がつくのができるだけこう前の方に、はい、もう見てわかるんですけども、まあ、こういう感じでこうあれですよね。ちょっと真ん中のこのちょっと指でこう押さえてると、はい、この部分がつくところなんです。ちょっとつけてもらえますかね。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、相手の方で構えます。視点ができるだけ前の方に来てるんで、台車マウントに比べると
まあ、彼視点が前ですから自由度は高いのかなと。ただ、あんまり評価が良くないんですよ、不思議と。やっぱりなんとなくこのスパナみたいな形が連結じゃないみたいな形なんでしょうかね。こうですね。そうですね。はい。ちょっと反対側の。はい、もう一個もつけてもらうと。それちょっとこう動かして、カーブに入ったような感じで動かしてもらいますから。こんな感じですね。はい、そうですね。ちょっと動かしてもらいます。そうですね。A 数字はこんな感じ。はい。A 数字だから伸びはしないんですけど、ちゃんと動きもするという。はい、で、当然上下動とかもこう押しますよね。結構こう、あの、なんですか、斜めというか。勾配の入り口、はい、とかこう角度をつけてこういうふうに高い違いになるとか、まあ、カントレールまではここまではいかないですけどね、はい、結構ねじりも強いですよね、はいはい、ということで結構あのこういうので純正品で、まあ、並結運転とかしててレイアウトでバンバン走らせるんですけど、まあ、脱線とか強豪脱線とか自動配合というのはまず例はないですね、その横でトミーさんの方はもうバンバン脱線してるわ、加藤さん解放してるわみたいな形になってるんですけども、はい、一応こういうのが GM の方では、はい、スイムドローバーっていうのが大体入ってまして、であとそれとは違うものという形で一応結構 GM のものを持ってないっていう人多いんですよね、結構意外と加藤さんと B さんは持ってるんだけど GM 持ってないみたいな、はい、ちょっと取説を取り出してもらいます。で、カメラにそれを映してもらって、ではじゃあ、そうですね、このドローバーが一応デフォルトでついてます、造血が入った。ただし、それで飽き足らない方は、推奨するチェーンカプラーを一応用意していて、この番号のもので使っていただければという、そうですね、はい、見えますかね、これはドローバーの方ですね。でその上の方、ドローバーの使い方の方で上で、そうです、お、いや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 、ドローバーの使い方ですから、はい、そうですね。で、まあダミーカプラーがついてるやつごと変えてもらって、前はダミーカプラーの部分が接着されてなかったんですよ。ただ、そうすると弱いんで、時々走行中で落ちちゃったりするんで、今はできるだけもうつけちゃって接着されてるものがユニットが入っていて、でそうじゃない、ドローバーのホルダーっていうのを使うんです。こっちの方がもう一個入ってるんで、それごと交換してもらえる形になってます。で、そのちょっと下にスクロールしてもらうと、さっき見せていただいたドローバー、これと変えるような形でなっていると、まあ、通常はドローバー3って書いてる方、連結器の形状を押してる方、これ大体普通規格レールは全く問題ないはずなんですけどね、そうですね、はい、そうですね、これですね、はい、でそれに対して今度は応用例になるんですけども、はい、右側ですね、そうですね、はい、これですけども TN カプラー本体で入ってます。ちょっと私がこの部分ですね、これが実は TN カプラーのベースから外した部分ですから、カプラーとカプラーのこうカバーとバネが入っている部分、これを外してもらって、ここに差し込んでもらうことによって、まあ、これ自体も TN カプラー化するというような、まあ分解は必要なんですけども、切ったり貼ったり接着するってことではないんで、容量さえ分かれば特に問題なく皆さんでもこれ、交換ができるかなと思います。こうすることによって一応、TN カバーできますというふうになっています。であとはですね、ちょっとこれで誤解が結構生じているので、一応ここの場を借りて一応説明したいんですけれども、中間車にでも実はこういう形で、バラした方が分かるかな、でここ、はい、はい、はい、この爪ですね、そうですね、どっちを、ちょっと指さしてもらいます、これですね、はい、その部分マウントですよね、 TN のマウントがついてるけど、もともと GM の完成品っていうのがそもそも、床下が専用ではないんですよ。加藤さんと三田マイクロさんはほとんどが、専用の床下、床下機器、床板、台車、まあ台車、それからレギュス周りまで含めたものがトータルで、まあ、専用されてるんですけども、GM の場合どうしてもそれが昔からのこう、まあ、キットからのこう出来が強いものですから、汎用性が高い床板に対して、まあ、それぞれ専用の床下機器をつけるという、そういう、まあ、キットに近い構造になっています、まあ、こんな形ですよね、まあ、これもデメリットメリットはいろいろあるんですけども、でその中でこういった形の車端の部分、これ新しいコアレス増力になってから のトレーラーユニットなんですけども、こういう形で、まあ
スナップでつくようなネジなくてネジではなくてスナップでつくような台車になって、ちょっと一見すると加藤さんのものに近いんですけども、近いっていうよりは加藤さんはまっちゃうんですけど、まあ機能はねやっぱりこうやって突き詰めていくと大体似てくるんで、パクったわけではなくて結果的に、形同じになっちゃいました。もちろん加藤さんには話を通して、いや同じような大丈夫ですかねって言ったら、むしろウェルカムですみたいな、さすがにもうパイオニアですから、はい、加藤さんさすがです。あのこんな感じで223系の台車ですけどね、はい、はめてみました。ただし終点盤の高さとは、はい、の関係が違うんで、そのままではおいそれと、はいはい、あのいかないんですけど、ただマウントできるだけでも、ね、結構メリットはあると思います。終点盤が短いんで ね、あの終点はちょっとできませんということですけど、はい、で、その部分、この黒の部分がいわゆるこうシャタンスペーサーと呼んでるんですけど、これを形状いろいろ変えることによって、まあ、今まではこう表現できなかったあのスカートだとかシタンプのディティールとかっていうのがいろいろと汎用が効くように、だから毎回ここだけ起こせばいいような構造にはなってます。だからただしこういったちょっと見えている2つ突起が出てます。これがあのエルカプラーのマウントなんですけども、もともともう一回しつこいようですけども、ジムの方の考え方を代表して言わせてもらうと、全てにおいてこれついてますけど、あくまでも汎用の床下なので、たまたまこれ先頭車のものが中間にもついてるよというふうな解釈をしていただければと思いますね。必ずしも全部がつけられるとは限らない。でさっき言ったように、あの台車のオーバーハングだったりとか、台車自体が大きな旧型台車だったりすると、結局そのティールカプラーつけた時に、台車が首振らなくなるってこともあるんで、そこはあの個々に違いもんがあるんで、ちょっとさすがに全部一覧をちょっと作るまでなかなかちょっと車内でもできてないようなので、ここにそれ判断に委ねる。だからまず切る前に確認していただきたいっていうのは、だからうまくすればつけられます。ただしうまくいかなかったらあのロスっちゃいますよ。そうだからまず切る前に一応こう確認してもらって、あの手に変えても、まあ、首振るのかな、あと台車が大丈夫かな。で昔はあの特に動力台車があの要するにあのすごくなんかダイキャストの部品が大きかったんで、まず間違いなく首振らないんですよ。だからあの T 車ですよね、トレーラー車はあのカプラバンバン切っても T N つけられるんですけど、最後 の、 トレあのモーター車に T N つけようと思ったら首振らなくなっちゃうっていうことなんで、まあ、だからこうモーター入ってない編成ならいいんですけども、さすがにそれだけでは編成組めませんから、そうするとモーター車がっていうことだと思います。今はコアレスモーターになったんで、その部分がだいぶコンパクトになりました。だからだいぶその辺の許容値としてはあのつけられる機種は増えたかなとは思います。ただやはりあのメーカー的な公式見解は基本的にはあの推奨はしてないです。だからあくまでもつけられればつけていいけども、はい、メーカーは保証しませんというスタンスを通してます。そこだけちょっとご注意いただければ、はい、だからつけられないわけではないです。そうだから注意深くすれば、はい、うまくそつくというのがあります。そのあたりね、GM さんなんかよくあの取説の最後のに各自工夫してくださいとか言ってね、よう書いてましたけどね、はい、ちょっとそういうのがあります。あとはですね、そうですね、例えばこういうものなんかはちょっと TN 化が難しい形式なんですよ。近鉄のシリーズ21、9020系ですかね。はい、はい、2両編成なんですけども、何が難しいんでしょうかって話なんですけど、はい、分かりますかね。ちょっと前面アップしてもらえますか。よろしくお願いします。そしたらちょっとピント合ってないですね。もうちょっと後ろ下げてますか。で、カプラーですよね。これでまあダミーカプラーです。実はスカートの書き取りがあって、ここに標識灯がここにあるんですよ。はい、だからここまではつまりライトユニットが下に下がってるんで、首振れないんです。だから TN 化するときにそこが弊害になるところ。標識灯が光っているのか。ちょっと今パチパチしてますけど、はい、ここですね。だから結構この周りの、プリズムと周りの車高ユニットも含めると結構大柄なパーツが床下にくっついてるんですよ。これが、この近鉄の9020系列、はい、それから近鉄の特急でいうと22600、はい、そうですね、あのエースっていう新しい方のエースですね、はい、昔の、はいはい、あの1万何がじゃない方、11400系ですかね、はい、じゃない、はいですね、いわゆるカタカナのエースか新エースか旧エースかっていう、あれではないやつですね。あの今は A 文字になってる。A 文字です、ね。ACE ですね。ごめんなさい。ACE です。はい。ACE かってなかったですね。すみません。はい。ACE ですね。はい。はい。それも同じように、これと同じように、あの、はい、標識灯が、いわゆる床下側にこうついてるような感じ。はい。
はい、ですから、あのテールカプラーの一番 の欠点の一つとして、結構首振るんで、スカート周りが結構大柄にかき取られてるパターンなんで、スカートの形状が思ったよりもデフォルメされてるんですよね。そういう時はスカートの形状がないです。はい、はい、はい。そういうのがありまして、はい、まあ、ですから、これが結構定義化すると大変で、ですから当然メーカーとしても、あのこれに関しては、先ほどのようなあのTNカプラーつけられるっていうのは確かないはずなんですよ。見てみましょう。ですからこれダミーカプラー付きのスカート、これが今デフォルトで付いてます。でそれを外してこのドローバーホルダー付きのスカート、つまりダミーカプラーが抜けて、さっきのスイングドローバーですね、スパラ型のあれが付く、あの裏が付いてるやつに変えます。でそのまま下に行ってもらうと、それで、まあ、付属のカプラーと変えてもらう、まあ、これでしたら全く無改造なんで、あのスカートのカクテルもそのまま、標識とも全くいじられることなく作ったままでいけます。で、取説見てもらうと分かるんですけども、さっきのような、TN カプラーに付けられるかどうかって書いてませんよね。ないんですよね。ないですね。だから、要するに付けられないんです。あのスカートのさっき言った標識とか小あの下にあるんで、首振らなくなっちゃうんで。確かに、関係ないです、はい。はい。で、それに対して、宮本恵さんの方は対策を講じたという。そうですね、はい、あの対策を、ちょっと講じてみました。どんな風にですか、そこからやるこれから、はい、面白いと思います。そういうことです、はい、あと15分頑張りましょう、はい、これあの、はい、すみません、近鉄の2万2000系、はい、ACE ですね、新しい方のあの、はい、特急車です、はい、はい、どうしたかというと、はい、TN カプラーの両端をですね詰めました。なるほど、結局スカートの中に押さえ込むためにってことですよね、はい、そういうことです、はい、はい、黒い部分が TN、はい、でグレーの部分、ちょっと見えづらいけど、はい、グレーの部分がもともとの製品のスカートですね。スカート自体はいじってますか、これ、スカートを切り刻みました。あ、またその発言ですねあのファミレスでは言っちゃいけない話です、そうですね、この場だから言えるけど、はい、大変ですよ。要はあの TN カプラーがはまる部分ですね、はい、その部分をこうき、スカートを切り取ってこう、はい、U の字型といいますかね、わかりますかね、こう真ん中の部分を切り取ったというやつです。はい、余分なこうところをどんどん削っていったわけですね、はい、それであの今度は爪がなくなるのでネジで止めましたと。そうですね、でもつまり、はい、あの TN カプラーって結局、こういうホルダーにつけるようになってるわけですから、あの要するにこの字型っていうか、そういう断面、この字型ですね、はい、はい、まあ、正面から見た感じですか、上から見たと言いますか、上から見た、はい、ここないなってるんですかね、確か、はいはいはい、要はこの編みかけの部分を、切断したと言いますか、はい、取り去ってここに TN カプラーを、入れたと、はいはい、じゃあこれ、はい、あの元の TN カプラーの外形をこの色でちょっとやってもらいます、ざっくりですよ、つまり切った部分どんな形してました、ちょうどねこんな感じで干渉して一回り大きかったんですね、スカートに丸々干渉して、丸々干渉します。大きいんだと、はい。で、なんで、ちょうどもう、こう。今、斜線描いてるところが、本来ならば立ち上がりの部分ですよね。はい、だから正面から見ると、ここに爪があるんですかね。そうですよね。はい、正面から見ると、こうなってますよね。あ、そういうことですね。はい。はい、で、そこにパチンと丸々なってると。よいしょ、ここ。だから結局こう取り付ける床板につけるためのスナップのが効かなくなっちゃったんで、はい、で力技でつけようと、はい、まあネジ止めにしました、はい、でそれがこれですか、はい、ネジ見えますかね、ちょっと黒ネジですか、これ黒ネジです、はい、見えますか皆さん、これだけ見えます、そうですね、実際にはこれ売るやつといいますか、そういうのなんであの黒ネジ使ってるんですけども、はい、あ、ちょっとこの角度だと分かりやすいかな、どうですかね、はい、あとでね、ちょっと宮本さんとか、はい、あのとか言っていただければ、はい、直接手に、ね、あの取って入ってもらえると思います、
まあ、要は2個のネジを締めます、はい、はい、これなんか動画は、動画はねちょっと待って、書いてます、ちょっとごめんなさいね、一遍これ、別のあのスライドショーをいいかな、あ、終了だ、本来はこれ土曜日やるだけですよね、はい、おやつ習慣予定表ってなんですか、これすごい気になるんですけど、後で教えてください、はい、はい、簡単に言えば学童保育の、はい、おやつ係というやつで、はいはい、ちょっと待ってくださいね、あ、ちょうど、はい、このスライドポン、はい、あ、これ動画ですか、ごめんなさい、ちょっと、動画ですね、動画、はい、動画、今カメラ生きてるんで、あ、そっか、はい、これか、だからこっからやって、これ動画ですよね、こっちじゃない、もう1チャンネル違う、もう1チャンネル違いますか、 D サブって書いてあるやつですかね、はい、はい、あ、加藤さんが、ちょっと待って、加藤のやつですね、すいません、ちょっとごめんなさいね、はい、どういうんだかな、結構宮子さんこういうの細かく撮ってますよね、何回かブログとか見てますけども、途中経過結構短く端的にやってるんで、あーごめんなさい、ちょっと GM さんのは出して、あ、 GM じゃなくてもいいですよ、とにかくテレカプラーをネジ用にするっていうところをちょっと見てみましょう、じゃあこれですね、加藤さんの KQ2100 ですけど、そうですね、こう加藤に飛びつけちゃうみたいな、はい、ある意味禁断な、そうですよね、なんでつけんねんみたいな、なんで関西弁でも分かんないですけどなんでつけんねんみたいな、まあ、基本はあと GM の方が経験をいっぱい持ってるの で GM の方はティーネカプラーがっていうのがあって、はい、あ、加藤カプラではなくてティーネカした方が相手をいっぱい選べるのよっていうことだと思うんですけど、ね、そういうことですね、実際には加藤さんとしては3834系用の、加藤カプラーですね、それをつけてくださいとは言ってるんですけども、ただそうすると今度はグリマックスの方をじゃあどうするのっていうふうな話やったんで、結構す、はい、今すごいサリグラム見てますけど結構大胆ですよね、なんかがっつり切ってますよ、がっつり切ってます、これはちょっと上級者向けですよね、この辺切るってのはさっき言ったね話ですよね、はい、さっきの話、そうすると真っ平らになってベ、はい、ースタブの中に入るよねって話ですね、はい、そういうことです、ここ切っても一応 TN カプラ自体のこう上下とかのパーツは保持できてるんですか、保持できます、はいはい、昔はできなかったやつは焼き止めとかしたんですけど、ああ、ありましたね、あとこれぐらいだったら大丈夫ですね。はい。さっきはその段階で、はい。穴を開ける。下穴を開けて、で、1.1mm の穴ですね。はい。まあ、プラですから、いちいちこうタップ立てるわけじゃなくて、まあ、ギリギリまで下穴を開けてから、もう無理無理セルフタップで開けるわけですね。まあ、実際どこ行って、短時間でやるっていうのも、まあ、仕事のうちなんで。はい。はい、こういうふうな方法に、まあ、相手がね、真鍮とかだったらちゃんとネジ、はい、開けます、はい、パパ開けなければいいですよ、はい、プラですから、まあ、そこはちょっとネジ系選べば、はい、まあ、こんな感じで連結できましたと思います、はい、で、すいません、次の、これちょっと223系ですけど、はい、まあ、KQ と同じです、はいはい、要は、TN カプラの部分をこくり抜いて、そこへ TN カプラをネジ止めしたと、つまり高さのレベルを出すとするためには床板くり抜かないとダメなんですね。そうなんです、ね、そのままだとカプラが下に下がってしすぎて、はい、まあ、要はちゃんとしたレベルが合わないかけて、はい、TN カプラは上下部ないですから、はい、かなりこの高さ、レール面からの高さに規定が厳しいんで、まあ、場合によってはこういうふうにこう折り込んで埋める必要がある。だからそうするとこれ床板にこうネジ止めてるっていう感じには見えませんよね。ね、車高板といいますか、はい、車高板止めてますね。なるほど。はい、これは動画見れます。ね、これちょっとすいません、さっきと同じ工法なんで、はい、はい、あ、大丈夫、223系ですけども、ちょっとちぐはぐで恐縮なんですけども、ちょっと静止が取ってなかったんで、はいはい、原理としてはもう全く変わりません、はい、はい、まあ、先生ちょっとこう思いっきりが必要ですけどね。そうですね、失敗したら取り返しがつかないと、だから何かで練習するみたいな形でスタートしなきゃ、はい、練習するんであれば、よいしょ、
まあ、幸いに加藤さんの方は割と圧政不妊っていうのが結構、はい、あのデモが出るんで、常に少し練習するっていうのがあるんですね。はい、あのこれはね、愉快とくり抜かなくていい例です。あ、これはたまたまじゃあ、はい、あのベストな高さが出てるんですね。はい、成田エクスプレスですね、あの E259 系の方ですね。はい、実は愉快と取り付け位置っていうのが、こうちょっと上なんですね。もともとそれ自体が、はい、床が上にあるんですね。はい、あの床の上の部分に取り付け位置があるんでちょうどいい感じになると。逆にこれ掘り込んじゃったら連結器が上がりすぎちゃったっていうやつね。はい、かえってこの方がいいです。だから車種によってレベルが違うので、はい、スペースはかませる必要もあるかもしれないし、はい、その場でいいかもしれないし、掘り込まないとレベル上がらない。だからそれは、はい、だから何かこうベースになる、だからオリジナルで TN ついてるやつを、まあ、そのレファレンスにしてやらないとダメってことですよね。そういうことですね。ちょっとそれはあの適材適所といいますか、都度工夫になりますけども、はい、成田エクスプレスの場合はあのこれで大丈夫です。はい、ね、多分あのこれ自体例えばその別の特急車と並結するということもないんで、あの高さはそんなにシビアでなくてもいいです。はい、あの2両だけ合えばいいというふうな極端な話を言ったら、まあ、こういう形で力技で、まあ、はい、あの TN カップラーなり、まあ、カトカップラーも同じですよね。逆に言うと、はい、カトカップラーを TN あのトミックさんにつけるっていうのも、はい、まあ、同じように、はい、もう無理くり同じことです。あの外径合わせて、はい、高さ合わせて、はい、あとつけちゃえばなんとかなる、はい、まあ、あのねじ止めしてるっていうのは結局接着が効かない材質なんですよね。大体ポムですよね。そうですね、プレスタールなんであんまり接着が効かない、まあ、最近はあの処理剤使って一瞬ということでっていうセットがあるので PPX みたいなあのセメンダイン車のやつがあったりするんでつけられないことはないんですけども、まあ値段相を考えるとネジが安いし、まあ、やり返しが効くんでみたいな、はい、何しろ完成品に接着剤しかも瞬着って怖いじゃないですか。あの白くなるのが怖いんですね、うん、はい、その時にいいんですけど後からなんか白っちゃけてくるのがあるのでちょっと怖いっていうのもありますし、はい、あとは衝撃にやっぱり若干弱いものがあるんで、はい、こういう機構的な部分はネジ止めの方がまあ間違いないかな。まあ、日本、ね、M1.4、はい、M1.4、はい、使ってます、はい、はい、で黒染めかなんかでこっそり袋に入れて買ってるんです。はいはい、あのネジ屋さんで大体ね100本入りで200円とかそんなの持ってますね。はい、で今のやつはそういう力技ですから、はい、で逆に今度はそうするとやっぱりそのままできないよって多分皆さん思うと思うんですよ。だからもっと簡単に逆にあの一周、まあ、あのメーカーのものをつけるようにしたらどうするか、はい、それでさっきのキーワードお化けカプラーって話、はい、お化けカプラーですね、まあ、要はカプラー自体が要は被害者みたいにすりゃいいんでしょっていう話なんですよ、はい、で今ちょうどたまたまこんな絵描いてるんで GM の例にとりましょうか。例えばこれで GM のカプラーでもうこれだったら当然 GM の方のさっきの交換してもらったボディマウントというかあのこれがつくドローバー用のスカートですよね。それに交換することでこれがつきます。で相手が例えばじゃあ加藤さん富さんでしたってことは TN がカプをカプラしなきゃいけないって時に、まあ、要はここでしょって話ですよね。ここに要は加藤カプラとかなんかつけりゃいいんでしょみたいなというなかなか考えが巡らないのかなと思って不思議に思って話をすると皆さんこう一緒ええどこですかって絵描くとああそういうことなのねみたいな、だからこう 両等使いというか、赤鉛筆青鉛筆の関係というか消しゴムと鉛筆の関係というかまあ要はこういうのを、はい、あとはだからどうスマートにくっつけて固定するか、はい、というところで それが私の宿題だったのは全然できてなくて思ったそれまでこんな感じですね見せなかったんですけども、はい、まあ一応こういう形の方にできれば、はい、まあ例えば多分もだからそれこそあの今やったような切ったりとか削ったりとかネジ止めたりしなくても要は純正品ですからつくというのがあるし、まああのよく GM の場合言われるのがやっぱりそのこのドローバーにしちゃうと結局開放時に結局あのこういう形の形が見えるんで嫌だと、だからこれ外してこっちリアルな逆にあのダミーカプラつけてあげればもうワンタッチで差し込みができるような形と、で今回 GM の方で今、はい、あのもうすぐ出る、名鉄の電気会社の EL120 タイプもあちらの方に一応カプラが3つついてて、で1つはだからアーノルドカプラですね、こういうアーノルドカプラで後ろがだからこれとちょっと同じような規格ではないんですけども同じように一発でボスタンプで効くやつで同じようにやっぱりこういうやつでやっぱりこうダミーのやつがついて、ダミーじゃなくてあの相手が今度は電車用のスナップインがついて、でもう一個が
なんだっけ、ダミーカメラが。だから、ナックルかな。ナックルのダミーだから。はいですね。というのが、まあ、ついていてという感じで、だからまさにこういう対面をしてるんですね。こちらが GMK のもので、こちらがアーノルドだったり、GMK の電車だったりとか、ダミーだったりとか。はい、まあ、こんな形でこう接合すれば。で、ちょうど加藤カプラさんも、テネカプラも、例の、はい、アーノルドポケットにつくやつっていうのは売ってますよね。はい、でそれを使えば、高いテネカプラとかカトカプラのユニットじゃなくても、はい、カプラ本体だけ、これだけ後ろ側のポケットが要はこういうアーノルドのポケットに入るやつで、まあ、TL だったりとかカトカプラがあるんで、まあ、これを使ってもらってちょっとこう切ってうまく、あとはどうつなぐか、まあ、当然ながらこう細継ぎみたくして接着だけ怖いんでちょっと芯入れてみようかとか、多分そういう加工は必要になると思うんですけども、結構もう小さくすると意外にいけるかなというのをやってみたらどうでしょうというのが、まあ、一つのちょっとこう裏技的な方法ですね。はい、まあ、ざっとこんな感じで、いいね、最高でまとまりましたかね。そうです。はい、またね、細かいこと、いろいろちょっと分かんないことがありましたら、ちょっと宮本家さんの方に申し訳ないですけど、はい、ちょっと言っていただければ、はい、実際に今日持ってきたものを皆さん、はい、見られますし、着例があります。はい、ですね、あとは今日はあれですね、そのこのまま延長線上になったんですけども、実はグリーンマックスの方の、はい、トークショーで、ゲストで来ていただく形の、はい、今予定でます、はい、時間が3時半ですね。3時半ですね、はい、3時半くらいですね。またちょっと皆さんこう回っていただいたり、はい、ご飯食べていただいて、はい、この、まあ、続きみたいな形、特に GM に特化した話になるかもしれませんけども、はい、ちょっとしたいと思いますので、ちょっとさっきの話をあなたとかもっと近くで入りたいという方がいらっしゃったら、ぜひ15時半、はい、グリーンマックスのブース、もうここを置いてすぐ、なんか妙に緑っぽいなんかライトアップしてるところがあるので、はい、なんかクリームソーダかと思いましたけどね、なんかとても美味しそうな色で。きっと大変だったんですよ、もうブース立ち上がりがね、遅くて、昨日設営始めたら7時ですから、夜の。俺帰ったら10時ですから。で、今日寝てないんで、テンション高いんで、このまま今日も頑張りたいと思ってますけど、はい、こんな形で、ちょっとね、取り留めない話ばかりで、どれだけ、ね、皆さんのご役に立ったか分かりませんけども、まあ、ヒントの一つぐらいにはなったのかなというふうに願いつつ、まずは、はい、はい、お開きにしたいと思います。はい、はいね、なちょっとまあ、はい、どうもそうですけど、あとの質問とかありましたら、メールマーケットですね、入って左側の奥の方にありますんで、はい、そちらですいません、はい、分かる前に。一番奥の方ですよね。はい、一番奥です。そうですね。はい。はい、トイレがあるかな。そうですね。はい。はい、トイレに寄りがてら寄ってみてください。はい。寄ってみてください。はい。すみません、長い間ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。